社会人になってすぐくらいの時、この年になってまだ彼女いない、やべえ、と思うようになり、友人や知り合いに、いい人いたら紹介して、と頼んで、ある女の人とデートすることになった。3歳年上の OL さんだった。服装も顔立ちも、ごく普通という感じの人だった。レストランで食事をすることになり、彼女の注文を聞いて、ウェイターさんを呼んで伝えると、それしか食べないの?と聞かれた。自分の分は、パスタに、サラダやドリンクがつくセットを頼んだ。ええ、そんなに食べない方です。と答えた。そして、断ってお手洗いに行った。しばらくして、料理がテーブルに来始めた。注文してない、ラザニアやら肉料理やらが、どんどん来た。お間違いですよ。とウェイターさんに言うと、いいの、私が頼んだの。と、彼女がにっこり言った。え、こんなに食べられるんですか?と驚いたら、うん、どうぞ食べて食べて。と言われた。え?こんなに食べられませんよ。と言うと、だって、男の人でしょう。たくさん食べるでしょう。パスタじゃ足りないでしょう。と話にならない。騒いでるのに気づいた店員たちが、困ったような顔で集まり出したので、しょうがなく、食べられるだけ食べた。気持ち悪くなって吐きそうだった。店員すら、お腹が苦しくて青ざめてる俺を心配して、さっさとお皿を下げたりしてくれた。彼女は、自分の分のドリアだけ平らげながら、とても笑顔で満足そうだった。そのうち、限界の限界になったので、食事を途中で打ち切って、彼女が、何か言うのを遮って、店員呼んで会計を頼んだ。会計は、私の方が年上だから、ね。という理由で、すべて払ってくれた。その夜、今日は楽しかったです。また会いたい。とメールが来た。俺は、今日の食事が不愉快だったこと。勝手なオーダーで迷惑したこと。しばらく仕事が忙しいので、あなたに会いたくない。という内容をメールで返答した。でも私は楽しかったよ。私は〇〇くん、好きかも。私は運命感じた。私は会いたい。私は。という内容のメールがバンバン来た。10通目くらいで、俺は大嫌い。と返事してブロックした。その後、会社の入り口で4回彼女を見かけて、3回は裏口から逃げ、1回は見つかって追いかけられたが、大学時代に鍛えた足で、東京駅内を巻いて逃げ延びた。追いかけてくるとき、待って、お詫びしたいの。ねえ、お食事でも行きましょう。と叫ばれた。彼女を紹介した知り合い、女性を問い詰めると、同僚だけどいい子だよ。と言われた。どんな目にあったか話すと、さすがに考え直してくれて。彼女に警告しておくから。と慌ててた。当時は、女って怖いわ。ということだけ学んだ経験だったが、今になって思えば、あんな怖い女はなかなかいないと思うし、女のストーカーがあれだけ怖いなら、肉体差で負ける男のストーカーに会う女性はもっと怖いんだろうと、ストーカー被害者に手放しに同情してしまう。他人が嫌だと思うことが理解できない。相手が、一人の人間、個人の自由を持った人間と、認めていない人に、遭遇した時の恐怖というのは、味わったことのない人間には、とても理解できないと思う。